はい、どうも井田です。今回ですね、感覚についてお話していこうと思います。今まででですね、ピラティスの上達においては感覚が大事だよっていうところまでお伝えしていたとは思うんですけれども、まあそうは言っても正しく動けているはずなのに感覚がなかなか出ないっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。なので今回はですね、その感覚の引き出し方っていうのをご紹介していきたいと思います。で、感覚の引き出し方なんですけれども、注意していただきたいのは正しくできているか、こちらをまず確認してください。で、ポイントを抑えれてないとそもそも狙ったとこ効かないですし、感覚も出ないので、こちらはもうできているよっていう前提でこの後聞いていただきたいんですけれども、感覚を引き出すために大事なポイントを先に説明してしまうと、五感を使うっていうところが大切になってきます。五感です。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、そして触覚ですね。こちら五感って言いますけれども、そのいずれを使ってもですね、どれを使っても感覚っていうのはアップするんですね。まあ、ただ人によって反応するっていうところはちょっと違ったりしますんで、皆さん大体反応するっていうところを2つに絞りたいと思います。で、視覚と触覚ですね、この2つについては結構反応が出やすいんですけれども、今回は触覚で、感覚を引き出すところ、こちらについてご紹介していきたいと思います。はい、どういうふうに触覚を使っていくかなんですけれども、一番簡単な方法はタップするっていう方法になります。例えばですね、お腹の下の感覚を引き出したいとして、C カーブをまず作ってみましょう。で、何も触れずに C カーブを作ってもらって、お腹の下現時点でどのぐらい効いているかなっていうのを試していただきます。で、その後に C カーブ作ったままお腹の下をタップしてみてください。で、タップした時の方がですね、しない時よりも感覚が少しでも上がっていると感じられる場合には、その方にとってはですね、触覚の刺激で感覚がアップするっていうのがもう分かりましたんで、どんどん触覚の刺激を入れてもらうといいと思うんですけれども、さらにただ単にタップするだけじゃなくて、他にテクニックとしてですね、左右に交互にタップしてもらうっていうのを試してもらうと感覚がさらに上がりますんで、こちらをぜひ試していただきたいなと思います。で、お腹の下を使いたい時にお腹の下をタップしなければいけないんではなくて、どこをタップでも OK です。まあ、肩とかが反応しやすいかなと思うんですけれども、両方の肩左右交互にタップしてもらって、お腹の下しっかりと刺激が入っているかっていうのを試してみましょう。タップの方法をご紹介しましたけれども、注意していただきたいのはですね、例えばこの種目だったらお腹の下感じるのに、この種目だったらお腹の下を感じないっていう方がいらっしゃったりするんですね。そういう方の場合はお腹の下の感覚っていうのは問題になってないです。まあ、どういうことかと言いますと、お腹の下の問題を抱えている方っていうのは、どの種目をやってもお腹の下は感じづらいっていうところに行き着きますんで、どれかでも感じれるところがあるんであれば、そちらをまず練習してもらって、感覚をどんどん増やしてもらって、その後ちょっとずつレベルを増やしていってもらうと、おそらく強度の問題で感じづらいっていうところになっていると思いますんで、そちらはメニューとかを組み替えてもらってですね、どんどん感覚が出やすい方から練習してもらうっていうのを試していただけるといいかと思います。今回はですね、以上になりますんで、こちらの動画いいなと思った方は高評価だったりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょう。